皆さんの応援が最高でした。新潟最高、新潟超最高。そして只見の中央にいます。マイケル・ジェームズ、こぼれた只見。残す、折り返す、シュートだ。先制新潟。ボーナスキック。ファーストサイド入ってきた。枠だ。クロスバー。おっと、奪い返した。吉田、中武がいる、吉田、折り返し、マイケル・ジェームズ。いやー、よく書き出しました、マイケル・ジェームズ。後半は中盤から秋田のペース、ちゃんと作っています。ペースはわかり、やっと本番、1対1。パスを出して、無人のボール。新潟、大きな追加点。初ゴールですね。秋田のロングスロー、うん、おっとこぼれて新潟回収。先ほど追加点の島部風を一人で持っていく逆サイド伊藤文が柔らかく浮かして3点目。よく伊藤も見えてた、まあ、島部が本当冷静にボール運びましたね。新潟ホーム10連勝。ここも入る。ただ本間翔へ自分で打てる。ブローダー、ここは数的に作ってるのは新潟。ヒールで戻してからのシュート、ブローダー選手。まだグラウンダーで通す、左足のシュート、ゴールマウスの外。堀米受けて本間翔へ、ブローダーフェイルポイントセーブ、手が伸びた。一番遠いサイドを狙っていきました。ボール回収は新潟、中に入れてボール前へ押し込んでいく。開始早々新潟先制点、本間しよう。最初のコーナーキックの流れから一度は運ばれましたが、本間しよがゴールネット揺らしました。でもディフェンスが勝ちますし、まあ、出し手が裏に出せる状況ですと背後に重ねられる準備が必要ですし、はい、右からチャンスを作った、シュートに行く。伊藤のゴールで2回目。やるべきことをしっかりと遂行していきます。ただそれをかわしていく新潟。谷口抜け出した、シュート。ボール入れてくる、川上、しかしその前にキーパーの小島良介。小島良介がボールを掴んだところで試合終了のホイッスルです。ここは高木、胸で落として甲がシュート、こぼれ球、もう一度甲が放ちました。
これはクロスバーの上。2年前には強烈なフリーキックも決めています。高見助走をつけて打ってくる。これはキーパー直接行って狙ってきた。島田大きくガッツポーズ。新潟同点。我慢しながらスペースを空けずに守備をしたい千葉。ただここは新潟細かいところつないでいく。島田狙っていく。新潟の細かいパスワーク、今の本当に素晴らしかったですね。できます。飛び込んでいく。叩きつけた。松田かわした。クロスだ。シュートだ。おー、ちょっと最後が、おスピードになって抜けていった。チャンスになる。3対2折り返した。松田止めた。新潟のチャンス。裏を取る星。折り返した鈴木。新潟先制。前半の45分。この奪ってからのいろんな選手がゴールを取るための動きっていうのをね、ロー・シマーズやってきた結果だと思うので、まあ、どっちに気を入れてくるか。先ほどニアに入れてきました。今度は高いボール。ダビ君狙った。バンドバック鈴木。中に入れる。逆サイド伊藤だ。新潟追加点3点目。いやー、完璧なボールでしたよね。両チームの選手たちが入場していきました。収める島田慎太郎。見栄えは通りません。短いパスから差し込んだ。ほう、右のサイドへ仕掛けに行く。突破する。クロス。一人でのパス交換。島田譲からポーター。左足。マークについてきたらできたスペースを使おうというところです。抜け出した。クロス上げる。伊藤の手前でクリア。コーナーシュート。待ち構えている。狭いところでつなぎます。松田栄太郎が来た。庄司がチェックに行きましたが、あ、ここ笛がありました、はい、実績豊富なストライカー鈴木浩二、2試合連続ゴール。2対0。ついてましたね。少しずれてピッチになりそうなのしっかり打てる、はい、この回数に。このパスがずれます。ワンタッチで抜け出した。コミオタ自分で行くか。コミのアウトサイドのパス。鈴木浩二2試合連続で2ゴール。ニアで潰れればどうなんだというところですね。鈴木選手の実際に見てラストパスインパクトですね。今選手がピッチへと入場してきました。陣形を整えて今ここですね、はい、バイスの股を抜いたところでゴールに向かうボールをつけるんじゃないかという、はい、ですけども、直接狙ってきた。新潟は同点に追いつきました。またもやフリーキックから決めたのが20番の島田。こぼれ球にこう相手に当たります。もう一度入れていってファーサイド。マイキーで折り返す。松田のシュート。今もそうですね。このボランチの間、はい、がどうしても空いてきています、ね、少し距離が出てきましたね。高木からここに伊藤。左足のシュート。これが右隅を捉えた。ホーム新潟勝ち越しました。です。
人の選手、岡山の選手もガッチリといますが、浮かせて流れたところ、松田、これはクロスバーの上、中に放り込みたい。ここで試合終了の長いホイッスル。ミロニャが行く、ミロニャが行く、シュートだ、はい、さあここは狭いスペースでパス交換して、高木から藤原、そして松田へ、松田が中に行く、藤原シュートだ、決まった、新潟1点返しました。前半アディショナルタイム47分、エリアの中に入っています。さあ高木がここに受けに来た、前が空いている、そのスペースでこう、こうのグランダースルーしてシュート、決まるか、うん、ゴール左側。集中力というところは新潟、こうして打った、続きのシュート、決まった、新潟逆転、51分、まあ、ここで伊藤選手がね、まあ、ノールに出したっていうのも分かったですけど、新潟も全員引いて守っています。ゴール前に放り込んできた、落ちた、シュート、金沢戦で J2 リーグ通算300試合出場を達成しました。伊藤が遠目から狙っていった。さあショートコーナーです。少し変化をつけて伊藤です。ファーサイド、ここで失礼しましたね、はい、サポートに堀米、クロスボール、マイケル、島田、強烈な左足があります。高木が入れていく、早川のところ頭で合わせた、最後触ったのは藤原でした。藤原は1試合連続の得点、新潟が1点を返しました。さあまだ追いつくには島田、高木、このうまい飛び方の中ボールを流して、ここは詰めといて一発逆ですね、はい、クロスボール入ってきた、頭で振った、ファーサイドだ、アライが頭で合わせた、キーパー小島バンティングで書き出した。そしてここで長い笛です。 J2 リーグ第31節、栃木 SC 対アルビレックス新潟、八千田にかなり厳しいディフェンス、いいディフェンスになりました。伊藤亮太郎、そこから奪って鈴木は一旦時間を作ります。そしてここに通した、ふわっと浮かせて鈴木コーチ飛び込んでくるが、向き直れればですが、鈴木浩二から外に出して島吹和義が入っています。向こう側ヘディングシュート、コミでした。ここは狭いところよく開けてきたんですが、お、秋山のディフェンス、今2対4という状況です。秋山そのまま行くか、そして流してコミのシュートだ、またコミが駆け込んできて決定的なチャンスでした。トーマス殿回収、もう1回チャンスになるか、島本和義がボールを求めている、逆に行った、逆に鈴木浩二、鈴木浩二打てればだ、新潟先制点、ワンチャンスで点を取りました。40分、矢野から流して、大島、そして西田優希、もう一度八千田、狭いところ、狭いところ打ってきた、コーナーキックです。まあ、それだけね、栃木の方がスペースを与えないようなしっかり守備ができているところだと思います。ここで裏出た伊藤、そして小見、中に切り込んで打ってきた、また川田のビッグセーブです。また決定的なチャンスでした。トツキの方はサイドを広く取ってますから、まあ、そこのサイドバックのもう一つ大外ですよね、まあ、そこに勝選手いますから、そこを使えるといいんですけどね。これで裏に出た新潟、ゴール前2人、
矢村入ってる、後ろから打ってきた、新潟追加点、貴重な追加点が入りました。藤原3試合連続ゴール、86分、これが新潟のサイドバックの真骨頂です。いつの間にか中に現れて神出鬼没でトップスピードでシュートを打つ、その藤原の魅力。熊本としてはもう少しボールを持って相手陣内で、オースペースから打っていきました。7番の谷口、あここも狙っていました星、谷口遠目から狙ってきました。ここはチャンスが新潟です。谷口運んでいってスペースに飛びを走らせる、左足シュート、新潟対熊本の一戦は1対0で新潟が勝利です。田中がヘディングで防いでいこうというところでしたが、ここは抜けていく高荷、高荷ドリブル左へ、伊藤の左足、もう一度2点を突っ込んでいくが最後でゴール、野沢がファインセーブ見せました。この日の糸口を下げてやる、また真ん中でボールを受けた伊藤、左足シュート、強い雨が降っていた。本田インスタジアム、小松がキープ、前へ奥山を走らせます、奥山前へ、奥山ドリブル、高見と競り合ってホイッスルが鳴りました。岩手の PK、 奥山果敢なアタック、止めた、しかもキャッチ、神がかり的なセーブを見せました小島、伊藤が狙った、バー直撃、さあ今度は新潟の攻撃、谷口落とす、高に左へ、伊藤、伊藤の右足巻いてきた、先制点新潟。さあ宮市、後ろから鏡のシュート、スーパーセーブ、またもこちら、中中央へのボール、バックで鏡、裏側の角を入れようとしましたが、ここは逆に奪った新潟です。ドリブル持ち上がる伊藤、伊藤追い越すのはバックキック、バックが右からシュート、2点目新潟、新潟の実力が際立ちました。 J1 自動昇格へ見事なラストスパート、中途半端になったサムエルから、ここに弓場シュート、小島触りましたか、今触りましたね、はい、藤原から一つ長いボール、伊藤狙います、よく触りました、見場シュート、シマックです、中には2人の選手、横に入っていって伊藤、左足で振り抜きました、ファーサイド、なんと新潟相手ゴールまで迫るシーンが増えてきました。スペースに松田、折り返して頭で落とした。気持ちで飛び込んでいきました。はい。できましたし、サポーターの声援というのは非常に選手にとって大きな力になる。この守備の強さが37番の加藤です。しかしそれ奪って伊藤が打ってきた。その藤原頭で合わせた。相手がブロックを整える前に。今チャンスが作りました。松田からこう切り返して落として谷口来た、伊藤浮かせてフリーだ、シュート、秋山から大きなサイドチェンジ、水戸です、勝負か、左足、いや右足だ、シュート来た、動き始めた、
感じですね。はい、サダムスレイが胸で前を向いて、トーマスデン対サダムスレイ。トーマスデンよく戻りました。よく戻りましたね。秋山からコミ、コミ、コミ。三戸俊介左足シュート、決めたのが33番の高木、この試合2点です。持ち出してゲデス、三戸ゲデスの元へでボールが転がります。ゲデス運んで1対1浮かせてシュートが来た。ウォーターも待っていました。背番号11、この男がゴールネットを揺らす瞬間を。左寄りでプレーします。今1本出ましたね。あそこの脇のところで1回起点ポイント作ると簡単にこう薄いとこ攻めれると思う。ワンタッチ、エリア内、深いところから決まった。先制は新潟、角度ないところから権田決め切りました。新潟先制。ボール奪った後でしたね。左宮崎、宮崎のシュート、キーパー小島、高い位置で奪った新潟。高木動き出した、水戸にスルーパス、水戸決まった、追加点新潟。前節復帰しました水戸俊介、起用に応えて追加点2対0。惜しかった追加点、松橋監督からは力強い握り拳が見えました。リラ、リラエリア内運ぶ、3度目どうだ、決めるか、ここの小島クロス、リラどうだ、ここは小島、ここで試合終了のホイッスル、耐え切った新潟。頑張ろう伊藤、頑張ろう、右フリー藤原、まず使って水戸俊介、縦入ってきた、ハーフスペースから入れていく、ヘディングシュート、ビッグチャンスでした新潟です。楠本、あっと少し取れた、新潟チャンス、間が空いた、前向きバッター谷口、預ける右足、強烈、ファインセーブ山口。スルー、うまく2人、3人で絡んで、さあ、縦突破、スピードあります、水戸俊介、入れ、サイル、岸本、パース、マイナス入れた、高木、打つ、厳しいですね、伊藤亮太郎、左枠、そのまま行く、伊藤亮太郎だ、セーブ、杉浦できた、いいシュートだ、おお、ここで押し込む、押し込む、はじく、伊藤、縦つける、ワンツーの形、もう一回、当てる。今のボールは伸びの仕掛け、縦選択、ディフレクションがあってこぼれてきた、チャンスになった、伊藤マイナス、谷口戻した、右足強烈、星雄二です。前半37分、先制アルブレックス新潟、1対0になりました新潟。絡む、コミが運ぶ、コミ入っていく、倒れない、コミ、ヨータ振る、左足で入れて、いいボール来た、宮田ヘディング、決まりました、頭では合わせました、谷口海斗、今シーズンこれが8ゴール目。コートをかけながら島田ワンタッチ縦、堀米ミドルシュート、いいですね、はい、使わずに込み、ちょっとプレッシャーを受けながらフィニッシュ、縦伊藤、伊藤谷口チャンス、谷口だ、藤原から伊藤、
藤原が行く、伊藤が追い越す、伊藤からサイドチェンジ、フリーの水戸、水戸です、左足で裏のスペースへ、ゴール前中野、富山へ、小島のシュート、キッパー富山が手を挙げています、富山落とす、シュート、ダイレクトで左足、柴山、最後流れた、岡庭マイナス、小島正人、小島のフィニッシュ、キッパー、いや見応えのシーンが続きましたね、はい、秋山と伊藤、鈴木が落としてダイレクト中、鈴木が行く、こぼれ球プッシュ、交代投入的中、最後はこぼれ球詰めた秋山、新潟先制、ここはやっぱテンポ変えたんですよね、このパスから常に前向きなサポートを入れつつ、そしてタイムアップのホイッス、苦しんで苦しんで、しかしこじ開けて奪った1点を守りきりました。ディサロ狙ってきた、こぼれて山崎、ナイスカバーですね、奪いました新潟です、伊藤へ、伊藤狙ってきた、いやだー、こぼれたー、2度防ぎました、コミ奪った、コミコミが幅を取ります、堀米中を選択してきた、中央突破が、堀米中へ、谷口が狙った、同点新潟、切り替わった時ですよね、はい、相手が整ってない段階で攻める、ここでチャンスです、谷口から込み、うん、打てるか、右足シュート、その立ちを手繰り寄せられるか、伊藤が来た、これはクロスバー叩く、暇だから伊藤、千葉前が空いている、右足振り抜いていった、うん、これは大畑ナイスキーパーでした、このボール水戸がカット、3対3、水戸が運ぶ、右に伊藤、左に谷口、水戸が打ってきた、マイケルから浮かして、こうだ、ターン、谷口、松田運ぶ、逆から谷口スプリント、松田ドーズでカットイン、ここにも伊藤、揺らさせません、しかし素早い再開から伊藤のシュート、ついに均衡を破れたり、 J1 昇格を大きく手繰り寄せる貴重な先制点はチームの大黒柱、13番の伊藤、チャンスです、島田、伊藤、島田、低いボール、シュートだから消えました、しかし今シーズン2022年戻ってようやく目標達成が近づいています、ゲデスから秋山、もう一度ゲデス、スルーして松田、ゲデスだ、また足立のハイタッチ、この瞬間新潟の J1 昇格が決定です、新潟は今日勝てば自力で優勝が決定します、ここから堀米戻した、ボックス内進入してくる、堀米クロスボール、さあフリーだ、ボレーシュート、河村折り返し、ヘディング落とした、ナイスキーパー、こちらは後ろから馬場のシュートだ、キーパー触ってきました、ヘディングこぼれて沈める、ナイスキーパー、
スペースを使う富が受ける。さあチャンス新潟、富逆には伊藤がいる。富のシュート、枠の上でした。しっかりとさあ仕掛けて行かせる。さあサイド藤原だ。ナイスキーパーマテウス。この個人技はさすがですね。で入ってきたのが右のサイドバックの藤原。取り返して、さあ伊藤、スペースがある。伊藤、裏へチャンス、フィニッシュ。ファーストチャンスをものにしました。新潟先制、開始13分みたいなことで、こうして裏に入れる。そして一発でこうして裏返します。藤原です。松田、仕掛ける。松田、入れてきた。前田、プッシュ、うん、ダイレクト。さらにヘディング浮かせた。キーパー枠を捉えていました。もう一度拾ってマイケル中へ。スピング伊藤の左足。鈴木浩二運ぶ。伊藤、中には伊藤と、そして裏鈴木浩二チャンス。鈴木だ。堀の目、伊藤裏へチャンス。伊藤、鈴木浩二スルーナスピッチャー。さて、2つ紙笛が鳴りました。プレッシャー、鈴木浩二取り返す。スイッチ、島田、中星と水戸、島田チャンス。逆サイドから小見、中星チャンス、スルーしてプッシュ。後ろからここまで詰めていきました堀米。マイケルジェームズへ打たれます。スイッチ入れる。水戸、鈴木、水戸チャンス。水戸、ディレクター浮かせた。見事なスピードから最後は芸術的なループシュート。今日2ゴール三田俊介。もう一度、そしてここで長い笛。タイムアップのホイッスル。最終節、そしてホーム最終戦。長いシーズンを勝ち抜いた者のみに許される権利です。カップ上げ。G2 リーグ優勝這い上げ。もうこの監督と選手の距離感が全てじゃないかなと。そうですね、はい。まあ、それからベルギーにチャレンジの場を移しました、はい、本間志音と、はい、それからいわきに期限付きで、まあ、移籍で今奮闘しております遠藤、はい。まあ、この2人のシャツも、一緒に掲げられていました。本当に本当の話はこのベンチでいる選手たちがこれだけ元気にチームのためにってやるのは、本当にチームの強さの秘訣だと思います、はい。